今からこうやってやると成功するよって話します。で、信じた方が得です。この話はさっきの目の話より信じられないです受け入れがたい話ですから。意外、成功する人は実は何やっても成功するので、しない人は何やってもしないの、決まってるので。何がこんなに違うんですかっていうと、成功する人っていうのは成功の振動数っていうのがあるの。ちょっと分かんないでしょ、振動数って言っても。あのね、物には固有の振動数っていうのがあるの。金でも銀でも銀でもね、鉄でも、全部その素粒子の周りを回ってるそのエネルギーの振動数というのがあるんだよね。で、俺たちも宇宙エネルギーの塊なんだよね。こういう物質っていうのは全部これ分解するとエネルギーに変わっちゃうの。で、人間の体をエネルギーに変えると水爆30個できるっていうぐらいエネルギーがこう固まったもんで、やがてこれを分解してエネルギーが、原爆っていうのは原子の力でこう熱に変えちゃうと、とんでもない、原子力発電所と原爆ってのは一挙に爆発させるか熱出すかの違いなんで、要は宇宙エネルギーの俺たちは塊なんだよ。これちょっと難しいでしょ話ね。でもみんな適当に聞いてればいいからね。何言いたいのかというと、人間だけが振動数を変えられるんだよ。だからワクワクしたり楽しかったりすると振動数が上がるんですよ。で、振動数の高い人間は何やっても成功するんですよ。わかるかな。それから振動数を下げちゃうと、良くないこととか変な友達ができるだとか、要は悪いことが、病気する、怪我する、女に逃げられる、もうとんでもないもうとんでもないことが起きるんですよ。要するに嫌なことが全部起きるの。わかるかな。だからよく誰かに部長に怒られてとかって落ち込むじゃない。で、落ち込むっていうのは振動数が落ち込むっていう意味なんだよ。で、振動数が高い時っていうのはオーラの見える人はわかるけど、オーラが外へ向くんだよ。だからキリストの降臨とか、お釈迦様の後ろにこう降臨って出てるんでしょ。ああいうふうに外へ向くの。ところが落ち込んでくると内巻きになるの、中に入っちゃう。だからオーラがすごくちっちゃいように見えるけど、こうなっちゃうんだな。わかるかな。そうすると悪いことが連続して起きるの。だから例えば部長に怒られて落ち込んだとするよ。近所のあの人に一人さんが悪口言われたとか、なんかって俺は何もしてないのにあんなこと言われてって、俺が落ち込むとするじゃない。問題は落ち込んだ俺に悪いことが起きるんだよ。だ、部長が怒ってようが部長に起きるんじゃないんだよ。落ち込んだ自分に起きるんだよ。まあ寒くないかい、大丈夫かい、大丈夫、寒かったらいいなよ。ちょっと上げてもらうから。分かったかい。振動数下げると、よく性格の悪いやつでもうまくいってるやつっているだろう見ててみない、やたら振動数が高くて、ね、声がでかいとかやたら派手な服着てるとか性格より振動数なんだよ。だし、俺なんかもう不況が終わろうが何しようがずっと調子がいいんだよね。俺振動数下げたことないので。振動数って下げないコツを教えるからね。上げる方法はちょっと早いもの、例えば新幹線に乗るとか、ちょっと早足で歩くとか、それからちょっと仕事早くするとか、早いことすると
振動数上がるの。それから空元気でいいから、嘘でもいいから、例えばあんた部長に怒られて落ち込んでないとかって、全然落ち込んでませんよ。だって落ち込んでんじゃない、何言ってんだよ、今飛び上がろうと思って沈んでるんですよ。これから跳ね上がるんですよ。だから落ち込んでるでしょって言われた時、そうだって言っちゃダメなので、言うとどうなるかっていうと、この世は行動の星なんだけど、地球って行動の星なんだよ。振動数が下がると行動ができなくなっちゃうんだよ。わかるかな。だからなんつうのかな、家から出られなくなっちゃうとか、部屋から出られないとか、要は行動半径が下がってきちゃうんだよ。大体みんないい子が多いんだけど、振動数下げちゃう癖があるんだよ。みんな俺に会いたがるのは、俺って人に機嫌取らしたことないの、わかるかな。振動数高いんだよ。落ち込んでても人より高いんだよ。だから落ち込むことはあるんだよ。人間波はあるの、波はあるんだけど、波の低い時でも普通の人より高いんだよ。だから俺と会うと、あの振動数上がるんだよ。だからみんな俺と会いたがるんだよ。嫌われる人ってのは振動数を下げる人なんだよ。人のこと褒めてくれ、綺麗だねとか、わかる？ね、褒められると振動数上がるじゃない。だけどけなされれば下がるじゃない。で、嫌な人っていうのは振動数を下げる人だと思ってればいいんだよ。ところが俺と会うと、せっかく上がったのに家帰ると下げちゃうんだよ。で、なぜ下げちゃうかっていうと、下げることがどのぐらい損してるか知らないんだよ。下げちゃダメなんだよ。例えば俺が振動数下げると、丸感全部が下がっちゃうんだよ。だからここの花江隊なら、花江ちゃんが下げたらダメ、主任が下げたら、ピラミッドの上と同じで、そこの店長が下げたら絶対ダメなの、わかるかな。だから人がこういろんな相談に来た時に、向こうに合わせて落ち込んじゃう人がいるんだよね。それを落ち込んじゃダメなの。よく俺の相談もよくこういうの来るんだよな。神社なんかで、あの、うん、一人様の集まるお店行くと、あの、落ち込んでるからどうしたのとかって言うと、旦那ががんなんですとか、親ががんなんですとかって言う。親ががんになったぐらいでエネルギー振動数下げちゃダメなの。だってこれから金もかかるし、看病もしなきゃなんないし。あんたが振動数下げたからってお父さんが治るわけじゃないんだよね。わかる？あの、人につられて振動数下げちゃダメなの。あの、この前娘さんが受験でナーバスになっててっていう話が、まあ、こういうのどこでもあるだろうけど、で、一生のうちね、受験なんてのはね、大概高校受験と大学受験と就職とか3回ぐらいしかないんだよ。で、そんな時ナーバスになるの当たり前なので、娘がナーバスならしとけばいいの。問題はあなたが振動数を落としちゃダメなんだよ。わかる？娘は娘の問題なの。で、一家で誰かが振動数上げてないと家ごと暗くなっちゃうんだよ。今日も1700人か800人来てるんだけど、俺1800人全員暗くても平気なの。でね、俺が一緒に暗くなったってしょうがないの。あのね、みんなが俺の方に近づいて振動数を上げて帰らなきゃいけないの。わかるかな。じゃあ振動数を上げれば成功できるんですよ。人間界の成功はできるんだよ。
だって嫌われてたって成功してるやついるから。でこれから話す話がいい話なんで、頻度数上げればいいんだよ。まあうちのパーティーもそうだけど、なんであんたでかい声出してんだよ。でかい声出すと頻度数上がるんだよ。それからおしゃれすると上がるんだよ。それからおいしい料理食べると上がるんだよ、ね、だからみんなでパーティーやなんかで何のためやってんの、なんで余興やってんの、振動数上げるためにやってんだよ。だからそのことが分かってれば、ひとりさんって振動数が上がるようなことを一生懸命考えてんだ。私たちがやらなきゃいけないことは家帰ってすぐ下げないんだ。でもあの人がこう言ったんですって言った人は悪いことは起きないんだよ。下げてあんたに起きるんだよ。わかるかい。小学校の時先生に言われて、先生だって忘れてるもん、何十年それで落ち込んでんの。損するのは自分なんだよな。俺は中学校しか行ってないんだよ。だけど中学校しか行ってないからって落ち込んで周波数下げると、振動数下げると俺に悪いことが起きるんだよ。わかる。だから俺の場合は早く社会に出て得したと思ってる。自分が振動数が下がる思い方がいけないんだよ。だから英語ができないとか思っちゃうんじゃない、いらないと見抜いたんだよ。これで振動数が全然違うんだから。できないと思うかいらないと思うかで全然違うんだよ。 OK ですか。で振動数上げましょうと。で上げてこれからが成功のことだからね。だってせっかくみんないい人なのに、成功したって嫌なやつじゃしょうがないじゃん。人に好かれるさ、成功者の方がいいよな。あのね、人ってね、振動数上げて素敵な自分になればいいの。素敵な人になればいいの。だから素敵な人って価値あるんだよ。価値ある人間になったら絶対にうまくいくんだよ。サラリーマンだったら自分を時間で売ってるんだよな。時間で売るってお給料もらって、働いてお給料もらうって方、1時間いくらとか計算できるよね。1日いくら、1ヶ月いくらだよな。わかるかい。1ヶ月いくらで会社に売ってるんだよな、自分の能力を。わかるかい。俺がラーメン屋だとしたら、価値あるラーメン屋になれば近所からじゃなくて電車乗ってまで来るんだよな。わかるかい。で自分の価値を高めないで高く売ろうってのは詐欺に等しいんだよ。わかるかい。俺こう運転してます、交差点でこっちも止まって向こうも止まって、その時に親切な人っていうのはこうやってやってて、こうやってやるの、先行っていいよって、これをどうぞってこうやってやるの。わかる。犬を追っ払ってんじゃねえんだから、こうやってやられるよりどうぞってこうやってやった方が気持ちがいいし、相手も嬉しいんだよな。だから素敵ってそういうことだよね。会社でいつも5時までかかる仕事を5時10分前までに終えようとして、朝からちょっとスピード上げる。そうすると振動数上がるんだよ。で10分早く終わったら上役に、あと10分あるけどやることありますか、それから同僚に、俺の手伝うことあるかいって聞いてあげるの。そうすると振動数が上がった上に素敵な人になるんだよ。で素敵な人ってね、すごく価値があるの。みっちゃん先生も昔なんか自分に自信がない頃は、あの人こうですごいのよとか、みんな自分以外すごく見えるんだよな、うん、でみっちゃんさ、俺に言わないでその人にいいな。わかるかい。俺に言ってっと知らない人をただ羨ましがってるように思うけど、相手に直接言ってあげたら素晴らしいことなんだよな。
すると素敵な人生が始まるんだよ。だよ、みっちゃん先生、褒めどっていう本、褒めどの活動本3冊ぐらい書いてんだよね。わかるかいです。日本人ってね、褒める人が少ない国なの。褒められたい人が多い国なの。だからどっちが貴重心かっていうと褒める人が貴重心なんだよな。それから時々ドライブなんかするとね、トイレ掃除してる人いると、いつも掃除していただいてありがとうございます、おかげで楽しい旅できますとか言うとすごい喜ぶんだよね。だから千葉の方でトイレ掃除してる人でみっちゃん先生のこと知らない人いないからね、みっちゃん先生が言うと出てきちゃうんだからいや、それぐらい嬉しいんだよね。だ、人を褒めるってすごいよねって。だ、ただそれを聞いてもね、言おうと思っても言えない人がいるんだよね。ちょっとだけ厳しい話なんだけどさ、ありがたいな、お通り掃除してくれてって思ってんだよな。だけどありがとうございますって声が出ないのは人が言わないからなんだよな。成功者ってね、常に少ないんだよ。人と同じことをしながら成功者になろうってできないんだよ。何か違えないとダメなの。わかるかな。あのね、部長頑張って僕のことよく叱ってくれてありがとうございますって上に言えたとするじゃない。言えない理由は他のやつが言わないからなんだよな。で、言わないやつは言いたくないんだよ本当は。で、なぜ言いたくないかというと、言いたくない理由を山ほど持ってんだよ。おべっか使いだと思われるとか。俺が言ってもそうじゃないんだよ。同僚も褒めなって、下の人も褒めなって、上の人間だけ褒めてっから魅力がないんだよな。で、俺魅力のないやつになれっつってんじゃないんだよ。わかるかい。利害関係も全くないような人を褒めてて素敵でしょ。で、素敵になるのには1円もかかんないんだよ。振動数上げるのも1円もかからないんだよ。だから成功なんていうのは、よく成功っつうとなんかこう冒険したり、なんていうのかな、博打のように思ってる人がいるんだよ。わかるかな。当たるとか外れるとかって言うんだよ。自分が素敵になるのに1円もかからないんだよ。今より素敵なママさんになり、マスターになれば人って会いに来るんだよ。本当にね、ヨン様が焼き鳥焼いてたら絶対来るぞ1個2000円だって買いに来るぞ間違いないでしょ。で、人間って魅力のあるところへ来るんだよ。それで俺たちは魅力というものをつけにここへ、こっちの世界に来てんだよ。わかるかい。人間って魅力的になるために来てんの、素敵になるために来てんだよね。だから素敵になろうとしてる人って神が味方するの。わかるかな。俺たちは想像できる生き物なんだよ。人間は人間らしく生きれば誰でも成功できるんだよ。人間と猿は違うんだよ。猿は鳥見たって鳥だと思うんだよな。飛びたいとは思わないんだよ。で、人間だけは空飛んでみたいなとかって思うから飛行機作っちゃったり、ジェット機作ったり、鳥だって月まで行かないのに月まで行っちゃったりするんだよ世界で一番飛んでるのに人間だからね、今ね太平洋横断しちゃうからねで、人間は想像できるんだよね。その時に今より素敵な自分をちょっと想像してごらん。いいかい。俺はインターネットとかできないし、今もできないんだよ。だからスイッチの入れ方も分かんないんだよ。
だけど俺がもし習いに行ってスイッチ一つ入れられたら昨日の自分より魅力的になったんだよ、確実に。で俺は自分を褒められるんだよ。ひとりさんって偉いよな、これああいうの今普通勉強行かないよってそれが言ってできるようになったんだって褒められるんだよ。ところがダメな人っていうのは、ダメって言い方いけないんだけど、すごい人と比較するんだよ。でまだ自分は劣ってるようなこと言うんだよな。でそれって素敵じゃないんだよって。なんでかっていうと、自分をそういうふうに見る人間は実は人もすごいやつと比べるから褒めねえんだよ。自分のこと褒められない人って人のことも褒められないので、自分のことを細かいことちょっとでも、例えば俺楽なったよな、今までこうやってついやってたけどどうぞってこうやってやるようになったんだよとかね、おトイレ掃除して、掃除してありがとうは言えないけど笑顔で頭だけ下げられるようになったとか、ちょこっとしたことを褒められるようになると人のことを褒められるんだよな。人類はね、強いやつが勝ってる時代があったんだよ。何でもいいんだよ、強きゃよかった時代があったんだよ。その次に家柄の時代が来たんだよ。なぜかというと、戦って収まっちゃうと、のべつ戦してるわけじゃないんだよ、収まっちゃうとどこの生まれかで、生まれで人間の値打ちが決まった時代があるんだよな。その次に学歴の時代が来たんだよ。で学歴の時代が終わると言ってんじゃないんだよ、多岐にわたるんだよな。でなんでかというと、今インターネット調べると東大の問題なんか全部入ってんだよ。ってことはあれ一個持ち出してくると東大頭と同じぐらいのことができちゃう時代になったんだよね。でその東大行くことがいけないせいじゃないんだよ、それは素敵なことなんだよ。俺も行かなきゃいけないと思ってるぐらいだからブーブーでね、何言うか忘れちゃってそうそう、学歴の時代が終わったんだよね。余分なこと言うと分かんなくなっちゃう学歴の時代が終わって人柄の時代になってくるよなと。そう、この人のところで働きたいとか、この人から物買いたいとかね、この人のためなら頑張りたくなっちゃうっていう、明らかな人柄の時代が来るよねって。その時にあなた素敵ですか、例えばさ、例えばの話だよ、今日パーティーじゃない、うちのパーティーのビデオかなんか見るとか、それ見た女の人がさ、私もね、ああいう社長たちみたいに素敵なドレス着てパーティー出たいのって言うとするよな。でその人が実は仕事も何もしてないとするじゃん。そうすると心の中で、それだったら働いたらとか思うよな。でそれって正しい答えなんだよ。で正しい答えを言うよりも、いやあなたがそういうドレスしたらきっとすごい素敵だよとかね、いきなりああいうすごい社長たちみたいなドレスじゃなくてもいいからさ、今通販でも似たようなの売ってるよとか、何言いたいのかというと、働いた方がいいとかっていうのは言われてんだよ、ずっと。親からも言われてる、兄弟からも言われてる、自分だって気がついてるけど、働けない何か怖さがあるんだよ。わかるかい？その人がやっと心の中でシートもしてこういう夢を語ってんのに、それをバケツで水かけて決してなんか面白いですかって。正しいこと言うのは裁判官の仕事なんだよ。裁判官で出てくるとわーって人気がある裁判官いるか聞いたことないだろ。俺たちは今まで相談事されると自分も大して正しく生きられないのに、人のことは正しく裁こうという癖があるんだよ。それは正しいことも世間が言えない時に必要だったんだよ。今正しい答えなんか知ってんだよ。
当人だって知ってんの。だけどできないわけがあるんだよ。振動数すぐ下げる人ってのはそういう性格なんじゃないんだよ。親の代からそうやって育てられてんだよ。で、親も恐怖を植え付けることが愛だと思ってるんだよ。わかるかい？沖縄で女性が襲われたとするよね。あんたも気をつけなさいよとかって言うけど、ミニスカートなんか履いて足なんか出してって襲われっからって、足出したぐらいで襲われてたら大変だよ。いや、本当に。で、そういう事件ってめったにないんだよ。わかるかい？キリストが1日10人ずつと握手しても1億3000万と握手するのに約3万年かかる。日本の人口全部と握手するのに3万年かかるんだよ。で、3万年っていうのは3万年の間に何回も何回も人って入れ替わっちゃうんだよな。だから何言いたいのかっていうと、あなたの娘さんが襲われる確率は 0.00000 いくつぐらいなの。尺も起きるような、明日に起きるようなことを言って育てるとダメなんだよな。で、確率的にはかなり少ないんだよ。恵美子さんってすごい運動神経いいから、バスケットかなんかやってて特待生で月謝も払わないで行ってたんだよ。それが免許取った時に兄貴がね、お前がそそっかしいからとか事故を起こすからってずっと言って、あんまり脅かされると、恵美子よりどんくさい人が山ほど車乗っかってんのに乗れなくなっちゃうんだよな。だからね、恐怖を植え付けるのって罪だよ。それとね、振動数の高い人はね、悪いことが起きないの。起きてもそこのことからいいことしか起きなくなっちゃうの。わかるかい？だから聞いててね、愛だと思いながら人の振動数を下げるようなことばっかりずっと言ってる人がいるんだよね。で、そういう親に育てられたんだけど、その親もまたそういう親に育てられて代々続いてんだよな。で、俺何言いたいんだよかっていうと、親がそうでも関係ないの。親は言ってりゃいいの。それにつられて自分の振動数下げたら嫌なことが起きるよって。どうも自分ってうまくいかねえな。うまくいってた時っていうのは必ずね、ワクワクしてるの。いやいや働いてるやつは5時までだって長いんだよ。ところが本田宗一郎が気がついたら夜中の3時ぐらいまで働いてたんだよ。大変でご苦労なさったんですね。そうじゃないんだよ。気がついたら3時だったの。飯も食わないで働いたって、飯はここにあったの。それを食うのも忘れてるほど一生懸命やって楽しかったの。ワクワクしてるの。わかるかい？振動数が高いの。本当にいやいややったら絶対うまくいかねえんだよ。高校野球でも何でも苦労して甲子園くれた一人もいないんだよ。野球がただ好きなんだよ。ああいうやつ雇って仕事やらしたらうんと働くだろうって、働かないんですよ。野球が好きなの。で、仕事もゲームのように楽しくすればやるんだよ、人は。わかるかい？で、今日もいろんな方が来てな、こう旗持って歩いた人やなんかも振動数が高いんだよ。前圧の話したろ。圧圧ってやると振動数が上がるから成功する確率が高いんだよ。俺たちはこれから何かあった時、自分で自分の振動数を上げること、わかるかい？うまくいってた人がいかなくなっちゃうのは途中から真面目なこと言い出すの。真面目じめじめつってね。振動数下がるよ。
本当だよ。あのね、ついでにね、病気の治し方を教えてっからな。いや、信じなくてもいいからね。いいか、これどっちが裏か表か分かんないけど、まあ裏と表があるじゃん。で、何でもこう裏と表があるよね。とね、病気と健康ってね、裏表のセットみたいなもんなんだよ。で、医者行くなとかって言うんじゃない？薬も飲んでまた飲んでて何にも変えることないからね。ただ俺たちは心の話をしてるから、心だけのことを言いたいんだよ。病気の人は裏返しのこういう蓋だったりも、裏ばっかし見てんだよ。で、病気という言葉自体が言霊が悪いんだよ。で、病気って言いすぎるんだよ。で、健康になりたかったらこれひっくり返して、私は健康ですって1日10回ぐらい言えばいいの。元気になりたいと、私は元気ですって決めつけちゃえばいいの。私は元気です、私は健康です。人に会った時も、私健康ですから。医者行って言っちゃダメだよ。私健康ですから。わかるかい、何しに来たんですかとか。いや、医者行った時だけは事情を言っていいけど、あとはね、周りにいる人って親とか兄弟とか会社の人とかね、言ったって心配させるだけなの。治すことはできないので、治らない人に病気ですとかいろいろ言うから、相手に心配かけるだけだよって。それよりも、私健康です、絶好調ですとか言ってると心が変わってくるの。心が変われば体ってのは後からついてくるよっていうのは、俺たちが心から治すっていう治し方な。で、病気の人ってのは考え方が病気なの。で、病気のことを考え、病気の話をするんだよ。それでどうやって健康になるの？ひっくり返して、健康になってから言うんじゃダメなの。私は健康ですって言うので、1日10回ぐらい言うの。そうすると健康なんだって気がしてくるので、嘘みたいだけどそういうもんなの。要は病気という気なの、元気という気なの。猫背の人いるかな。猫背の人手を挙げて。これが今日から猫背じゃなくなって犬背になっちゃうんだよ。いや、ね、猫背治せとかって話じゃないの。いや、ちょこっとだけね、重いんだよ。重い何かがあるんだよな。わかるかい？人間ってね、遺伝だとかって言うじゃん。だけど同じ兄弟でも病気しないやついるよな。環境だっても同じ兄弟で病気しないやついるよな。食い物のせいだって同じもん食ってても平気なやついるよな。わかるかい？で、何が違うんですかって言うと、思いと考え方が違うんだよな。わかるかな？だから自分は元気ですとか健康ですとかっていう言葉変えちゃう、波動を変えちゃうと病気にならないよ、なっても治りは早いよ。第一、1円もかかんないからやってみなって。で、こういう一銭もかかんないいいことを教えてあげてもやらない人いるの。それ病気が好きなの。で、病気って便利なの。だって都合悪くなると具合悪いんですって言えばいいんだよな。で、行きたい時だけ今日は調子いいのよとか出てくから、
あれ覚えちゃうとね、手放せなくなっちゃうんだよ。で、いけないんじゃないの。いけないんじゃないけど、この人は病気が好きなんだなって、ここにいる人いい人だから、つい真剣になっちゃうの。だから同じサプリ飲んでても心の問題もあるから、ものすごい簡単じゃん。私は健康ですと言えばいいんだから。で、何の損もないんだよね。お金かかるわけじゃないしね。ああ、だ俺話忘れちゃってた。それ猫背の話しなきゃいけないの。それ猫背が犬背になる話をしなきゃだ。そうだよ、忘れてたよ。おいで、いいかい、重いから猫背になっちゃうんだよ。で、勝手にね、そういう時は気が重いんだよ。気軽に生きればいいんだよ。一個一個を気軽にするんだよ。で、人は穏やかに生きるのが一番いいんだよ。穏やかで気軽、気楽でもいいんだよ。気楽でも気軽でもいいから、気を楽にするの。一個一個の考え方が重い考え方をしてんだよ。それをやめなさいって神様が言ってんの。この前ファンクラブに来た人が、旦那さんがね、なんか強くてなんか否定的なこと言って、おじいちゃんもそうらしいの。それが二人囲まれててね、すごいらしいんだな。で、何十年ってそうだって言うんだよね。で、どうしたらいいでしょうって時ね、相手を変えようと思っちゃダメなの。気楽に聞いてればいい。なんでかというと、何十年も平気だったんだから本当は平気なの。だからもっと気楽にやんなって。明日からもっとそのおじいちゃんだろうが何だろうが気楽に聞いてればいいの。そしたらね、わーっと涙流してね、こんな解決方法があったのかって言うけど、あるんだよね。それをね、おじいちゃんなんとかしようとか、旦那さんを変えようとか、人って変わらないの。人を変えるんじゃないの。俺たちがもっと気楽に受け止めるとか、振動数をね、おじいちゃんがどう言おうが、旦那さんがどう言おうが、問題はそのことで振動数を下げたあなたがつらいんだよな。俺たちはいろんな人がいても下げちゃいけないの。人それぞれだから、女性なら買い物すれば振動数上がるとかな、買い物のこと考えてれば上がるとかな、わかるかい。釣りが好きだとか、何か持ってるかいって。その自分が、俺ならエロ本買いに行くとかな。個人の自由だから。俺は俺で振動数を上げることを考えてね。で、みんなはみんなで好きなことを考えな、ね。だからみんな自分なりの振動数が上がることってあるから、演歌歌えば上がる人もいれば、クラシックで上がる人もいるんだよね。そういうのを見たときね、ああ、振動数上げてんだな、俺たちは振動数を上げる、魅力的になる。その中で一番魅力的な人ってね、明日から劇的に変わる方法ね、会う人会う人の振動数を上げてあげようって努力して人と接してごらん。知らない人ってのは荒探したり下げようとしたり、振動数上げてあげようとして生きるの。うちのファンクラブのお店入れないで帰っちゃう人もいるんだよ。
いや入ってくる人もいるんだよ。だけど勇気がなくて入れない人もいるんだよ。でも入れなかったんですって人もいるから、そういう人に入れなくたってお前家からここまで来ただけで偉いよ、入ってきた人なんか入ってきただけだって大したもんだぞとか、思ったこと行動してすごいなって。人間って人に会った時その人の振動数を上げるんだってつもりでいる人ってすごい好かれるんだよ。わかるかい？今日は俺はみんなに会えて振動数が上がった。みんなは俺に会って上がったって言ってくれりゃ嬉しいし、こんな素敵なパーティー会場でこんな美味しい料理出してもらって本当に振動数上がった。この振動数を下げないことで、下げて悪いことが起きるのは自分だよ。これからは下げない努力、みんなで上げ合おう。で俺たち会った時は褒め合ったりね、みんなで人の振動数を上げる人間になろう、下げる人間になるのはよそ。これからは素敵な人というのは会って振動数が上がる人、お互いが上げ合える人、これが最高だよね。はい、今日は